いてください。おう、ずっと続くわけじゃないんだよ、今過ごしてるこの時間は、もう二度と帰ってくることのない今を周りの目気にして無駄にすんなよ、もう悟るのはやめようぜ、今は今しかないんだから、昨日より歩幅開いて、昨日より目に開いて、フルじゃなくていいんだよ、君の全力を笑うやつ、見向きもせず走り続けたら、きっと誰よりかっこいい君になれるでしょう、1日限りの新バンド結成といっても過言ではないと思うんですが、どうでしたか、こう4人で今回演奏されてみて。いやいや、もうここに一緒に立ってるのがちょっと申し訳ないなってちょっと思って、すごいかっこよかったです、はい、すごいかっこいいですよね、なんかその中に、うん、輪の中に加わってるわけじゃないですか。本当すいませんと思いますもう華やかになって本当に、はい、なんだかポンと背中を押されている感じがしますが、これはどういうシーンなんでしょう。これは松岡さんに気合を入れてもらったというか、はい、一緒にししゃもの皆さんが毎回さっきも一緒に参加させてもらったんですけど、そうなんです、はい、本番前ですかね、はい、気合入れをやっていまして、みんなでいつもライブの前とかに緊張をほぐすためにこう背中をしばくっていうのをやって、はい、すごい言葉が出ましたが、うんうん、それでちょっと仲間に、はい、変わっていただきました、はい、松岡さんがポンと、はい、そうですね、でもちょっと本気でやると本当にいつもみんなではすごい結構本気でバシッと音が鳴るまでやってるんですけど、さすがに広瀬さんの背中をそんな本気で叩くわけにはいかなかった。何かあったらちょっとね、そうそうそう、何かあったら本当に申し訳ないんで、申し訳ないんで、はい、でもじゃあ今もし松岡さんが宮崎さんにこう注入するとしたらどんな感じになるんですかね、ここでやってもらうとすると。いやでも本当にたまにパキってなるんですよ。そうですね、いい音が鳴りますね、聞かせてじゃあいつもの感じでいきます。ああかなりかなり気合注入ですねこれは広瀬さんにはできない、これはちょっとさすがに、そうだね、意外と丈夫なんで、はい、私いやでも今の音は広瀬さんもちょっとびっくりするぐらいな、なんか、うん、私がやっていただいてたのは、ふわんっていう優しいしばきだったのでこれが本物かと思いました、ね、これが本物だそうですじゃあ目線を中央までお願いいたします。はい、最後、訴訟者目線を最後左側でお願いいたします。